はい、オープニングの曲ね、最初からずっと一貫して使っている5秒の曲があるんですが、あの曲は八角師匠が作ったんですかっていう質問がそういえばねあったのを思い出してお答えしようかなと思ってるんですが、今頃気づいたのかよ、そら俺が作ったでしょうがね。えまあ一応ジャンル的にはダブステップというジャンルになってるはずなんですけど、そういうかっこいい音楽も作れてしまう Y 以上です。